奥様は、魔女は、1942年のアメリカ合衆国のファンタジーロマンティックコメディ映画。監督は、ルネクレール、出演は、フレドリック・マーチとベロニカ・レイクなど。ソーン・スミスとノーマン・エイチ・マトソンの1941年のファンタジー小説、ザ・パッショネート・ウィッチを原作としている。後の人気テレビシリーズ、奥様は、魔女の原点とも言える作品である。 パラマウント映画が制作し、ユナイテッドアーティストに売却された後に公開された。17世紀末のアメリカ。セーラム村の魔法使いジェニファーと、父ダニエルは、火炙りとなり、その灰が木の下に埋められ封じ込められる。自分たちを告発した、ジョナサン・ウィリーへの復讐のため、ジェニファーは、ウーリー家の男たちが今後代々、間違った相手と結婚するように呪いをかける。 そしてウーリー家の男たちは何代にもわたり、口うるさい女と結婚することになる。1942年、稲妻が木を割ったためにジェニファーとダニエルは自由の身となる。一方、ウーリー家の当主ウォレスは、州知事選に立候補し、彼の支援者の娘エステルとの結婚を控えていた。そんなウォレスを破滅に追い込もうとジェニファーはウォレスに、惚れ薬を飲ませようとするが、 ふとしたことから自分で飲んでしまい、ウォレスに恋してしまう。ロッテントマトズによれば、22件の評論の内高評価は95%に当たる21件で、平均点は10点満点中7.50点となっている。第15回アカデミー賞の劇映画音楽賞にノミネートされた。ありがとうございます。